ワーウィックアベニュー駅は、ロンドン中心部北西、リートル、ベニス近くにある、ロンドン地下鉄の駅である。当駅は、ベーカールー線パディントン駅とメーダベール駅の間に位置し、トラベルカードゾーン2に含まれる。当駅は、1915年1月31日、ロンドン電気鉄道の一路線だったベーカールーチューブが、パディントンからクイーンズパークまで延伸した際に開設された。 1985年9月17日に当駅、改札街で火災が発生し、改札機が焼けるとともに駅が終日閉鎖された。当駅はワーウィックアベニュー、ワリントンクレセント、クリフトンガーデンズが交差する地点にあり、開業前はワリントンクレセントと仮称されていた。当駅には地上に駅舎がなく、2カ所の階段を通って改札街に出入りする構造となっている。 エレベーターの代わりにエスカレーターを設置した最初期の駅のうちの一つである。実用本位な形状の換気塔が駅の上を通る道の中央分離帯に設置されている。ロンドンバス6、46、187、414がー駅を経由する。水上バスの定期便がリトルベニスからリージェンツ運河を経由して運行され、下記は一時間ごとにロンドン動物園、 カムデンロックへの便が出ている。リージェンツ運河とグランドユニオンカナルは当駅からワーウィックアベニューを南に下ったところにある。カナル沿いには遊歩道が整備されており、遊歩道を通って、ロンドン動物園、リージェンツパーク、メイダ、ヒル、ウェストボーンパークに行くことができる。パディントン駅、リートルベニス、パディントンベーイシンなども遊歩道のすぐ近くに位置する。 ウェールズ人歌手ダフィーがイギリスとアイルランドで2008年5月に発売したワーウィック・アベニューというシングル曲があり、イギリスのチャートで最高3位にランクインした。ありがとうございます。